よっしゃだぞってなわけでお前ら,らビジネス学の時間やでてなわけで今日はゼニラジオ行ってみたいと思いますけれども、えー、プレゼント企画ということでね、えー、前回、あの、兄貴の引っ越しというかまあ部屋片付けをね、手伝った際に、えー、俺も、あの、やる気になっちゃって自分の部屋を思いっきり掃除したわけやけど、まあそれでね、コンテナ一箱分くらいの、あの、俺が今まで過去に読んだ中で、基本的に読んだらね、 なんていうかな。捨てるじゃないけど、やっぱある程度処分をしてたんだよね。もう、冊数がさ、本当に、もうビジネス書だけで本棚一棚、一棚じゃねえや、こう、ね、一棚くらいになっちゃうから、もうごっそごそに捨ててて、棚二列分くらいにしてたんだけど、うん。まあ、さすがにそれもね、そろそろ捨てときだろうというか、まあ、言うて、あの、三年間ね、あの、手つけなかったので、えー、処分することにしましたっていうことですね。うん。まあ、あの、 俺ね、基本的にあの掃除のプロになったので、部屋はねあの、すこぶる綺麗になりました。高校時代はね、あの足の踏み場がないっていうね、うん、あのインドの修行僧じゃないと住めない部屋と、えー、言われてた、ね。爆弾が落ちたんじゃないかっていうね。うん、あの一番ショックだったのが、あの俺の高校で暴走族がいるんだけど、そいつがね、うちの,の近くに走りに来るわけよあの。うちは山の上で道路がめっちゃ広いから、すっごい走りやすくて、バーンって走りに来るんだけど、 そのついでにね、ある時うちに寄ったことがあって、あの、もうね、あのね、テストはろくな点数取らないわ。いつも赤点でね、あの、テスト後はひひ言ってるわ。ね、まあ、そのせいで、部活がね、たまに来れないとかあるわけよ。あの、追試があるからとかね、あの、補修があるからとか。もうね、そいつにね、お前、お前の部屋、来たにゃーねっていうね、あの、熊本人はにゃーとか、あの、ちっちゃいやゆうよー言う呼ぶとかね、来にゃ、お前の部屋、来たにゃーねって、一言ボソって言われて、 たのがね、うん、そしてそのまま帰っていったっていうね。<laughs> これ上がれないな、みたいな感じで。うん、帰っていかれたのはね、あれショックだったね、なんか。いや、さすがに言うってな、あの、あんまり、その、勉強ができるタイプじゃなかったからさ。うん、いやーって。その、俺の中ではもう、しかもね、その、部屋は汚いだろうなと思ってたやつに、ボソッと言われてね、すごいショックを受けた未だに覚えてるんだけど、もう、かれこれ。 ね、十七八年ぐらい前。い <laughs> まだに覚えてますけどね、本当に。十五、六年ぐらい前か、うん。いやー、でもね、でもうだから、てか、インドの修行僧しか住めないっていうのはね、何かって言うと、わーって念じて、浮かないと、あの、足の踏み場がないんだよね。足を置けないんだよ。こう、ちょっとあの、その、ね、頑張って、あの、浮遊していただかないと、ちょっとね、どこにも足が置けないっていう感じだったんだけど、うん、まあ、今やね、うん、そんなこともなくなりました。 部屋掃除はね、得意になった。てか、むしろ、部屋掃除のね、解説アニメでも作ろうかなっていうレベルで。うん。まあ、これもね、俺が、あの、引っ越し屋さんのバイトをしたおかげでね、なんか、手に入れた技術ですね。あと、まあ、あのー、なんだっけ、インテリアデザインっていうのかななんかよくわからんけど、あの、家具とか、部屋内のデザインの、デザイナーの人とね、話したときに、いろいろ教えてもらったことをね、実践はしてるんだけど、うん。なんでこの話になったんだっけ。部屋が汚いみたいな話をしちゃったけど。 あ、そうそうそう。それで、まあ、要は、ごっそりね、片付けて、うん、で、3年手をつけなかったものは一生手をつけないものばっかりやから、もう捨てちゃいなっていうことですよ。要は。うん。で、まあ、それを機にね、まあ、今回は、えー、大放出ということで、えー、欲しい人がいたらね、みんなに配りたいなと思うわけですよ。うん、で、えー、欲しい人がいたら、えー、俺のところに欲しいですっていうことで、えー、言ってくれると、送ります。ね。詳しくはブログあたりで多分ね、あの、細かくやるんじゃないかな。うん。 受験が一息終わった頃だしね、大学生だとこれから春休みっていうことなので、まあどうせね本一冊二冊だし、うん、まあもし気になってる人がいたらね、あのー、とか暇だなっていう人はね、あのー、まあ読んでみてよっていう感じよ。まあーなるほどなと、こんな本を読みながらビジネスのことをね、あの勉強してたのかなっていうことでもね思っててください。どちらかというと、その本は俺がいいなって思ったものと、もう一つはね、読みやすい。え、のにしてるかな、残してるものというのは。うん あの、何ていうかな、学校にね、その図書館寄贈コーナーを作ってたんだよ、いつも。俺がその行った学校には図書館の先生に話して、いや、これからビジネスの時代ですからね、と。で、みんなね、子供たちは就職していきますんで、あの、ビジネスのね、コーナーを作ってくださいみたいな感じで、本を寄贈して、そこのコーナーを作ってね、やってもらったりとかしてた。用にね、撮ってたやつとかだったりしてたので、まあ、比較的ね、高校生とかでも読みやすい入門書的なニュアンスのものが強いビジネス書だと思うので、え難しくないのでね、あの、気軽に、あの、応募してくれれば嬉しいかな。 と思いますうん。ってなわけでねあの、これからみんなが新しいスタートに立つときかなと思う。春だからな、なんといっても。新しく仕事を始めるやつ。大学生だとこれから、えー、春休みになる、うんなんよ。ちょっとした時間がある。まあ、もしくは春休みだからま,まとまった期間にバイトするぞとかあるかもしれんし。高校生だと、うん、し、じゃあこれからね、あのー、なんていうの大学入るまで何の、なんか準備しようかなとかね。 うんまあ、高校1年生だと、要は高校3年生の様子を見てん、じゃあそろそろ受験かなとかね、そんな頃よ、うん。でね、俺が一番楽しみにしてる季節かなと思う。うん、冬じゃないんだよ。大学受験応援してますとかね、うん、みんなの就職の応援をしてますって言ってるじゃん。就職するまで、成功するまでビジネス学で勉強しろよとかね、うん、いろんな相談にも載ってるよとか、うん、か塾生にも言うとるよ。 例えば、大学入試がね、目的だとは言うても、結局、大学どんなに大学合格したって、仕事にをちゃんと取れなきゃ、仕事どんなに取ったって、それで幸せにならなきゃ意味がないんだから。だから、お前たちが夢を叶えて幸せになる瞬間まで、お前たちは熟成なんだみたいな話を言ってるけど、なら一番勝負の冬じゃないのって違うんだよね、それが。うん。一番興味があるのは、この春なんだよ。春。すっごい楽しみ。人はね、強くなる。いつ強くなるか、冬強くなるんだよ。 厳しい冬を乗り越えるることで人は成長するそうだろ、受験を乗り越えて、就職試験を乗り越えて、国家試験とか資格試験を乗り越えて、強くなる、人は強くなる。だから、冬が一番の勝負時なんだよね、みんな。受験とかもこの冬、一番盛り上がりを見せる、一番暑い。冬なのに、一番寒い時期に一番暑いと言われる。この冬だよ、勝負は。じゃあ、なんでね、ウェブタマはその冬じゃなくて、春が一番楽しみなのか。春が 一番穏やかな時だから。この時人間の本性が一番よく見える。大学受験をしました。大学合格しました。やったーってみんな喜んでるよね。俺はどうでもいいと思ってる、そんなの。あの、選挙と一緒よ。選挙でね、わーい、万歳、万歳って言って鼻ポってつけて、あの、だるまの目をくるくるくるって黒く塗ってるけど、どうでもいい、そんなの。俺がもし選挙に出たらそんなことはせんだろうなと思うよ。うん。なんでかって。それはただチャンスをもらっただけでしょ。スタート地点に立ちましたよっていうことな。 ゴールしてないむしろこれからですよ、頑張るの。今までは無理やり勉強させられてたんだよ。みんなは受験の時は無理やり勉強させられてるんだよ。え、そんなことないよって自分がやりたくてやってましたよ。全然違うから。分かってない、そんなの。無理やり勉強させられてるじゃん。メールでもらった。うん。高校2年の子だった。これから将,将来私はこういう夢がありますって。夢を語れって言ってたよ。まあ、てか、かいつまんで話すと。 大学受験ののためのゼロ学期これからスタートしたいだからこれから勉強方法を教えてくれって言うわけ逆転したいからじゃあそのためにお前は何が必要なのって将来夢を語ってみてって言ったらそしたら将来こういう夢になりたくてこういうことをやりたいですって言うわけ、うん、簡単に言うとおじいちゃんおばあちゃんたちの世話だったんだよそのそいつがやってみたいっていうことは、うん、でおじいちゃんおばあちゃんたちを世話する上で何が必要こういうことが必要ああいうことが必要どういうことが必要って おじいちゃんたちと目を向かい合って話,話すこととか、そういう子、ね、あのー、実際におむつを変えてあげたりとか、うん、そういう技術から、あとこういう資格が必要ですとか、うん、そういうことが必要、ああいうことが必要、こういうことが必要って。なるほどなって。うん、じゃあ、アドバイスするから言ってみなって言うと、で、国語ですねってなるわけよ。英語がですねって。いや、まあそれはそれでいいんだけど、うん、まあ要は、その、〇〇大学に行くんですよと。地元で非常に高い、難しい。 大学に行きたいんです違和感があるでしょすごく違和感があるでしょそこは難関大と言われてる大学だから英語でどうしても何割取らなきゃいけないんですってうん漢文の苦手を克服しないといけないんですって急に話がピンって切り替わるわけよ「ん?」って別の話をしてるのかなっていう別のやつをメールしてたかなっていう気すらするわ いや、もちろんな、その資格や技術を取るために、そこの大学がベストなんだったら分かるんだよ。ベストなのであれば。その大学の話も、例えばこういう資格が取れて、こういう実習があって、ね、で、例えばいろんなところで、その、資格を取る上で充実してるとかね、うん、家から近くて値段が安いとか、うん、今後そういう道に進む上でとても有利とかって話が出るならいいんだけど、うん、地元で有名な難関大学ですって言うわけよ。あれって、話がずれ、すごくそこでずれるんだよね。 面白いでしょ。将来やりたい道があって。で、手に入れるべき技術っていうのも明確に分かって。でもじゃあ、どの大学に進むのって難しい大学、偏差値が高い大学に行こうってするわけよ。そうじゃないからね。うん、ウェブ玉塾生の場合は、どっちかっていうと、それが多いかな。からどうう場合によっては、国公率に受かる力があって、偏差値の方がそっちが10高く。 私立に進ませるることもあるよ専門学校に行きなさいっていうこともあるよ実際行かせてるからね教え子たち国公立に合格して専門学校へとか、うん、<coughs> 国公立に合格する力を持ってる子を私立にグイって押し込んでっていうアドバイスをすることもあるあ親が OK を出してるっていうのもあるんだけどてか親からの相談だった、うん、子供が調べるとこの地元でその私立が一番評判は良くないけど一番資格がめっちゃ取れるって一番になる上ですごく力がついていいところだってでも学校の先生は国公立に行きなさいって言われたってしかも合格する可能性もあるよって言われたって この先生の方が正しいんですかねって。うん。それと私立に行ってるけどね、思いっきり。うん。いや、そんなことないですよ、って、うん。うん。金に問題がないんだったら、もう思いっきり私立に行ってくださいって言って。思いっきり私立に押し込んだけど。わかるかい。時代の大きな流れっていうか、社会の大きな流れがある国公立に行くと強い。有名な大学に行くことは素晴らしい。うん。もちろん、努力がないといけないから。 その有名な大学に合格する力があるとか、それを目指すことはめちゃくちゃいいことよ。しかも安ければ最高にいいからね。本当に。うん。大学はウェブ玉で散々言ってる。ビジネス学の方ではあんまり言ってないけど、結局、大学なんか道具なんだから。資格なんか道具なんだから。結局、その学歴も知識も技術もただの道具だよ。持ってるだけで何百年も立たない。それで誰も笑顔にもならないし、お金も生まれない。それを使って相手を喜ばせたときに喜ばせた分だけ、お礼としてお金が返ってくる。相手に笑顔が生まれる。使わないと何にも生まない。 笑顔もお金も一切価値も生まれないだから結局何が一番重要なのかと言われたら相手を幸せにしたい気持ちが大事だよっていうそれがないと始まらないからそれだけではダメだけど技術とかそういうのはいるけどそれがないとダメだけどうんでもまず一番基本として相手を幸せにしたいっていう気持ちがないと 相手の笑顔を見て、やったという気持ちがないと、それがスタートだよ。その気持ちを持った上で自分の進むべき道を改めて考えてみる。改めて。みんなが今いる場所っていうのは、ただの場所なの。ただの道具。みんなはそれをどう生かすのか。それをよく見れるんだよ。やった合格しましたって。だから俺は、ああ、そうかそうかって言いながら、すっごいニコニコしながら、そいつのその後じーって見てるんだよ。うーんって。 何すんのかなって。ね。だって、いいか。俺は理科の先生になる。だから大学入ってすっげえ楽しかった。特に大学2年から超楽しかった。なんでか朝から晩まで理科の授業しかなかった。まあ本当はね、数学の授業も取りたかったんだよ。うん。ね、数学と理科の先生を取ろうと思ってて。まあ、あの、ちょっと、ね、あの、思わぬ計算ミスで理科の先生しか取れなかったけど、まあ、それはある意味俺は良かったかなと思ってるけど。うん。でもじゃあ、借りんだよ。理科と数学の先生の免許が欲しくて、俺はその大学に行ったけど、 俺の試験の合否を決めたのは英語と社会と国語の点数もすごい大きかったんだよおかしいでしょ将来理科と数学しかいらないんだよでも国英社の点数を聞かれるね外国語学部に行く子たちが数学の点数で落ちてこ今回今年とか国語の点数で落ちてそれで結局ダメになるとか進学できないとかあるよそれはもちろん 俺たちは将来使わない教科を無理やり勉強させられてるの。しかも受験に出るための勉強っていうのは、例えば英語の場合は、そうでしょ。みんな英会話の勉強した発音の練習一生懸命したした R と L の発音の違いとかできるまあ、外国語学部に行く程度のレベルになると、さすがにそれもある程度はできてるだろうけど、そうじゃなかったでしょ。やっぱりみんなが一番勉強したのは何ですかって言われた時に、その大学で出る出題傾向、出題に合わせて勉強したんじゃない 英作文がなかったら英作文手抜いてたでしょ。え理数系だって言われてても国語の勉強があったら将来理数系しか使わなくても国語の勉強したでしょ。みんなね、大学受験というもので、無理やり勉強させられたんや。国家資格とか、そういう資格試験の時の勉強とか思い出してみ。教員採用試験とかもそうだよ。学校の先生した時に絶対使わねえよ、こんなのって。教育法規とかあるわけよ。あの法律のことね。教育関係に関する法律のこととか、理科の先生になるのに国数英謝料や,やるんだよ。うん 一般教養っていう言葉でね、一般教養って言われるやつをやるんだけど、使わないものを無理やり勉強させられるの。それはもちろん、それはそれで意味があることだよ。自分に必要なもの以外でも、我慢してしっかりやれるのか、そしてある程度結果を出せるのかどうかっていうのは、それはただ本人に、あなたやる気ありますかって、本気ですかって言われた時に、はい、ありますって、みんな言うから。そんな言葉だけのことよりも、行動で、結果で示してもらった方が、十分価値がある。信じうるべきデータだよ、そっちの方が。 だから、人が嫌なこと、無意味なことでも無理やりさせることっていうのは価値がないわけじゃない。でも、それは、相手が俺らを判断する上で必要なことであって、俺らにとって必要なことではないの。だから、決まった後だよ。先生、これこれ、の国家資格があって、今ちょうど1ヶ月後の自分へっていうメールをみんな書いてる。その時にも報告が来るんだよ。実は来月国家資格があります。 うん、今度第2、第1志望を諦めて第2志望を受けますとか、まるまる大学絶対合格して報告しますとか。うん、この資格が取れたらここで働くことが決まってるんです。そしたら報告しますんでって。楽しみだよね。終わった時が本人の本性が見える時なんだよ。今、終わった瞬間に我慢してますかっていうこと。我慢してましたか あなたがやりたいことがあるって、よし、これするぞ、あ、するぞって夢のために一番やりたいことを我慢して、無理やり相手に判断してもらうために相手の求めているものを頑張ってる。試験のため。ね。それが終わった時、自由にできるんだよ。何でも勉強しいんだよ。どうぞって。夢を追ってくださいって大学目指してた人、夢を追ってください。どうぞって言われる。お前たちはその時何をするのそれで全部、全部わかるんだよ。そいつらの本当の気持ちがどうか。やった、終わったって。いやいややって、すべて終わって、 逃げたいのか。それとも、よーしって。いろいろあるんだよね。看護師になるぞって思ってた奴らは手話を覚えて、看護師の教科の勉強してから行く。調、ね、理師免許を取りに行くぞって言う奴らはが、まあいたんだけど、うん。そいつは30品、新しい自分の作ったものを30品作って、その専門学校行きます。それもあった。面白い。あのね、マッサージ師とかいた,いたんだよ。あのね、あんまり目が良くないんですって。だから今、結構ね、 ーって不審な感じがした。あのね、結構目が良くないんですっていう人がね、ウェブ弾を見てたりするの。何人かいるの。その、どうやって見てるのかわからないんだけど、うん。声だけなのかな。さすがに視力ゼロっていうわけじゃないんだろうけどね。なんとなくぼやっと見えてる感じなのかもわからないけど。で、解剖整理見てましたって。で、マッサージ師目指すんですとかね。あった。うん。今年国家試験の人がいる。そいつはね、いろんな人にお世話になったから、あーしてマッサージ師の免許を取ったら、一人一人ね、お礼を言いに行くついでにみんなをマッサージしてね。 <laughs> 自分の,その資格を取った技術で相手を喜ばせてから仕事に就くんだってうんへえって面白いなって春休みにそういうこう介護方面に行きたいので介護方面でバイトすることが決まりましたバイトとかね、まあ、ボランティアをすることが決まりましたっていうやつもいるみんな一人一人ねその場所を持ってるようんあと面白いもの日本のなんかすごい技術があるって うん。春休みのうちに旅行で一応見学させてもらいに行こうと思ってます。まあそれは思ってますだったからよくわからないんだけど、行くかどうかはわからない。うん。けど思ってますとかね。そういう話が来たり。みんな思い思いのことを始めようとしてる。大学入って勉強しようと思ってますとか。外国語なんで、えー、っと、常にね、外国の言葉をいろいろ覚えて外国の人と話そうと思ってますとかね。うん。こっからよ。 これをやって自分たちにやる気を証明してください。あなたの能力を証明してください。あなたの将来性を見せてください。今までは試験でそれを言われてた。でも、わかりましたって。あなたのやる気、能力、将来性見えましたよって。だからあなたの合格、あの、入学を許可しますとかね。うん、合格ですって。あなたにこの資格を授けますって。ね。あとあなたの自由ですよって。あなたがその道具を使って自由にやってくださいって。言われてお前たちは何をするんだろうね。おそう、相当楽しみよ。ニコニコしてみてるから。 何をするのかもし、うまく、それが思いつかないときはアドバイスをするよ。そのときは連絡をしてほしい。でも、いろんなことがある。そこで差ができるよ。やったーって。遊ぶぞーって。そしてまた4年後に同じことを繰り返すのか <laughs> はあって。なんで大学のとき遊んじゃったんだって。なんで資格何も取ってないんだって。なんで何も考えないまま、ただ求人の来たところにね、進もうとするんだとかね。また4年後やるのか 春までに、何をするのか、すっごく楽しみにしてるみんなの報告春からもでもいいかもしれんな、うん、今度はそしたら大学入った後、その仕事場に進んだ後、そこの仕事場を使って大学を使って手に入れた資格を使ってお前たちが何をするのかそれは楽しみだな今回のプレゼント企画もそのきっかけになればいいかなと思ってるビジネスの本をねみんなに送ろう その1ヶ月後には、だから意外とね、この春はね、キャンペーンが多いな、本当に。3月にね、また、看護系の解説をちょっと書くことになりまして。うん。プチナースの時の付録と一緒でね、あの、プレゼント企画やるから。それねあの、熟成だったらみんな参加していいから。看護系じゃなくても、どうでもいいから。うん、みんなでワイワイやってくれ。ついでにその時に、ウェブ玉の3月1日はお正月です。試験がすべて終わって、進路がすべて決まって、よし、これから1年のスタートだって、それが3月1日な。まあ終わってない人が、まあ、いるけど、全員じゃないけど、う。ん 3月1日、2ヶ月遅れて年賀状をお前たちに送ろう。全員じゃないな。それもまた応募になるんだけど、うん、その時に、お前たちがどんなメールをくれるのか、どんな意気込みを持って、年賀状欲しい。で、最後に年賀状欲しいですって、ペッて入らせてくれる。今までこれこれやりました。これからこれこれやろうと思いますとかね。うん、こんなに成長しましたよと、これからこれこれやっていきますよって言って、お前たちのね、この1年の宣言を楽しみにしてる。それは3月1日だから。これ2月だから。1ヶ月間あるからな。お前たちが、 このビジネスラジオを聞いて、何を思って何をして、どう生きて、そして、その3月の時に報告をしてくれるのか全員じゃなくていいよ、別に。うん、したくなったらなぐらいでいいし、別に Web 玉のことはもう、正直次のチャンスが手に入ったわけだし、チャンスを手に入れるための道具だからな、ェブ b 玉という場所は。まあだから別にウェブ b 玉に来る必要はないんだけど。うん。でもまあ、これを聞いてるウェブ b 玉に来てるうちの何人かが、一手握りの人がこのラジオを聞いて。 そのこのラジオを聞いた人たちの中の人の握りがまた誰か行動して。その行動したうちの誰かが、よしじゃあ報告してみようかなとかね。宣言してみようかなって宣言すると自分の首締まるからな。言っただけあってやらなきゃいけないです、みたいなのか。お,お前たちがそう。その、人握りかもしれない。一人かもしれない。一人でもいいよ、別に。うん。最悪、年賀状企画の応募がゼロだったとしても、その、あれでもいいよ。その、よし行動するぞって思った人が偶然いて、一人でも行動してて、 何かが変わったらそれでいいかなと思ってるから。でもまあ楽しみにしておこうか。てなわけで、えっと、銭ラジオ。聞いてくれてありがとう。今回はラジオというか、まあプレゼント企画の告知みたいになったけど、ビジネス書。どれが当たるかわかんない。だけど、どれでもいいからとにかく読んでみたいと。何かがきっかけになるかもしれんし、来たやつが適当なものを適当にバンバン送るから。もうとにかく封筒にボンボン入れて、で、もう要はその当たったやつから適当に住所書いてガーンって送るから何が来るかわかんない。俺もわかんない。それも運命だよ。お前たちが何を手にして何を読むのか。 それが新しいきっかけになったら、スタートになったら、面白いかなと思う。よかったら応募してみてくれ。てなわけで、えー、ゼニラズジオでした。聞いてくれてありがとうな。ほな、またな。